POPOPO ポポポー。はい、どうもワクワクです。本日はハトサブレ第60弾薄力粉でこちらの方をね見ていきたいなと思っております。今回の材料ですけれども、100g あたりで見ていきましょう。小麦粉 100g に直すとっていうことでね、材料はなんと薄力粉が 100g、強力粉は0にしました。で、上白糖は 70g、 有塩バターが 29g、 発酵バターは 26g、 卵白が 35g、 卵黄は 6g、 ベーキングパウダーは 2.5g、 打ち粉は強力粉を使って分量外となっております。今まで生地には薄力粉と強力粉のブレンドでやってきましたが、今回は薄力粉のみでやってみます。とは言っても打ち粉で強力粉を使うので完全にゼロになったわけではありません。しかし上白糖を 70g に増やしてから、外側がガリッとした食感が強く出やすくなっており、中のホロホロっとした食感を出すためには強力粉を少なくする必要性が出ておりました。57段から少しずつ割合を減らしてきましたが、今回はゼロで挑戦。そして当初は有塩バターを 32g の予定だったのですが、冷蔵庫に残っていたのが少し足りずに、その分無塩の発酵バターの割合を増やして対応しました。これがどのように影響するのか少し不安ですが、作り始めます。まずは普段通りに生地を作っていきます。バターをよく混ぜてから砂糖を投入してさらによく混ぜ、卵も数回に分けて入れてよく混ぜる。そこにふるった粉類を数回に分けて切るように混ぜていき、粉っぽさがなくなったら完成。完成って生地の話ですね。前回はきび砂糖でやったら生キャラメルのように柔らかかったのですが、今回はしっかりとした硬さになりました。砂糖が違うだけでね、生地の硬さが変わってくるんですね。で、室温が前回より低かったのも影響しているのかもしれません。そして出来上がった生地はまとめて冷蔵庫で寝かします。普段はこの生地をそのまま伸ばしているのですが、今回は生地内の空気を抜こうと考えました。ネットで空気の抜き方を検索すると、揉み直しという方法が出てきます。タルト生地みたいな空気を入れたくない生地の時に揉み直しをするみたいですが、やってみることに。強力粉が入っている時は揉み直すと硬くなりやすいのですが、今回は薄力粉だけというのも有利に働くはずで、揉み直した結果がこちら。ラップにいっぱい生地がくっついていますが、本体部分の空気は多少抜けたような気が。抜けてるはずと思い込んで次へ。そして生地を伸ばすのですが、前回使った添え木は削り足りなかったので、さらに少しだけ削ってみました。添え木の厚みはおよそ 4.2mm。 生地を伸ばしてみると空気はいい感じで抜けています。でも揉み直している分、生地は少し柔らかいです。これね、揉み直した後ね、もう一回冷蔵庫でね冷やせばよかったんですけどね、揉み直してちょっと体温が移っちゃったんですね。で、型抜きをした生地の重量を測ってみると 38 から 40g でちょっと重め、まだ重いんですね。さらに添え木を削るか迷いましたが、2番生地で全体重をかけて伸ばしたところ 36 から 37g に。ようやく生地段階での理想の体重にたどり着きました。まあちょうど良かったんですね。しっかりと体重をかければちょうどいい重さになると。で、いつも生地を伸ばす際にラップの上から一気に伸ばしていたのですが、今回は軽く伸ばしたところで一度止め、ラップをピンと貼り直してから最後の体重をかけることにしました。こうすることでラップのシワがつかなくなりました。いよいよ焼いていくのですが、最近は焼きムラをなくすために1枚ずつ焼いていました。1枚ずつなら綺麗に焼けることは分かったのですが、あまりにも時間がかかりすぎます。なので最初は1枚で160度17分で焼いたのですが、後半は2枚ずつ焼きました。置く方向を変えたり焼き途中に入れ替えたりと試行錯誤をしつつ、結果は2枚同時ではうまくいっても1枚だけ綺麗に焼けて、もう1枚は微妙な焼き色になります。本当は4枚同時とかで焼きたいのに、2枚でも苦労しまくり、高性能のオーブンが欲しい。まあそれはともかく、綺麗に焼けたサブレはこちら。これすごいですね。表面もまあ綺麗に焼けて、まあ、照りも出てる感じですね。で、裏面もね、あの打ち粉たっぷりついてるんですけれども、まあ、結構ね、その焼きムラがない感じで綺麗に焼き上がっております。裏面には打ち粉がついています。足りないとすぐ鉄板に貼り付いちゃうので。裏面の焼き色は相変わらず黄色系で、本物のようなオレンジ系の発色はしていませんが、昔に比べてだいぶ成長したなと思います。断面はこちら。
強力食品のベーキングパウダーは他社のものに比べて膨らむ力が強いです。他社だと 3g 使っているのを 2.5g にしていますが、それでも若干多いかな。とは言っても食感にはそれほど影響しない模様。では実際に食べてみた感想です。1番生地、今回強力粉を使わなかったことで軽くなりすぎていないかと不安に思っていましたが、思っていたよりもしっかりとガリッとした食感が出ていました。やはり外側のガリッとした食感は砂糖の分量によるところが大きいようです。そして肝心のお味の方ですが、バターの割合を変えたせいで微妙にベーキングパウダーが気になります。ベーキングパウダーが気になってしまうと口に残る砂糖の後味が十分に堪能できないんですよね。有塩バターの割合は 32g 以上使った方が良さそう。2番生地、1番生地の食感とあまり変わりません。最近強力粉の割合が減ってきてから2番生地になっても硬くなりすぎる症状は出ません。この点に関しては良い方向性と思われます。味自体も1番生地との差は感じられませんでした。ということで今回の初サブレの点数は90点。ここのところね、90点以上が何回も出てますね。今回の反省点はバターの残量が足りないからといって予定していた配合割合を変えてしまったことです。普段サブレーの保存には薄手の OPP 袋を使用しております。プラスチック製の袋ですよね、薄い。この袋に入れておくと3日後くらいから裏面に細かいひび割れが発生します。薄いために水蒸気の透過率が高いのが原因かも。本物のサブレや他社のクッキー類なんか厚手の袋を使用しているものや、個包装が薄い場合には外袋が厚手になっていたりします。袋の厚みが原因かどうかを調べるために現在サブレを加重包装にて保存中、重ねてとかってことですかね、過剰包装でもあり過重包装でもありってことですかね。で、裏面のひび割れの発生状況などを見守っていきたいと思います。追記、5日半ほどで細かいひび割れが発生しました。少し長持ちしたものの、これではダメ。今度豊島屋さんの本物サブレを一旦開封して袋を移し替えて実験してみようかな。次回の材料予定、何を変えたのかっていうと、バターの分量若干変わってる感じですかね。そのくらいですね。次回注意点、バタークリーミーがしっかりと卵はよく混ぜる、粉を切るように混ぜる、すり混ぜない、冷蔵庫から出した後生地は揉み直しをして空気を抜く、裏面への打ち粉はしっかりと、生地を伸ばすときラップのシワをつけないように、鉄板で直に焼く、鉄板にも打ち粉を振る、1枚の調整温度は160度17分、2枚は160度18分となっております。ここまでご視聴ありがとうございました。それでは皆様、バイバーイ。